皆様こんにちは、柴田陽子です。指先を使うと脳に刺激がいって脳にいいらしいということを聞きました。だからこう指先を使う作業、お箸を使うとかいうのは脳にいいらしい。お箸でこのような麦チョコなど細かいものをつまんでみると脳に伝達がいって今脳が刺激されているはずです。もっと複雑なことをすればもっと脳にいいと思うので、長いお箸で麦チョコをつまむ、今脳にいいことしてますよ私、でも右利きの人だと左脳が刺激されるだけで、こっちを使わないと右脳が刺激されないということで、同時に両手を使って麦チョコをつまんでみましょう。ややこしいですね。ややこしいことをすると今脳が刺激されています。もっと複雑に脳を刺激してやろう。あーむずい、超むずい。やっぱり利き手じゃない方は難しいですね。これだともう右脳が刺激されてるんだか左脳が刺激されてるんだかちょっとよくわかんないですね。でもなんかややこしいんで、なんか脳が活発になってる気がします。活発になってるけどお部屋は汚れていってるような気がします。皆様もややこしいことをして脳を刺激してみてはいかがでしょう。では皆様ごきげんよう。グッバイ。お箸便利ですよ。お箸、ぜひお箸使ってください。